はようございます。7月16日火曜日の朝です。今ちょっと雨が降ってます。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。ゆったりと体を床に預けてください。呼吸を楽にして、呼吸で体がどう動いているのかを観察してください。大きく動いているのはどこでしょう。頭を左右に傾けてください。この頭を傾ける動きの時に、背骨、尾底骨から頭蓋骨まで連なっている長い背骨を想像しながら頭を転がしてみてください。この頭を転がす動きは、背骨のどのあたりまで影響していますか？では、動きをやめて、両膝を立ててください。そして、右足の外くるぶしを左膝の上、もしくは左のもものあたりの上に乗せてください。そして両手は肩の高さで床の上に広げておいてください。右膝を床の方に近づけていったり戻ったりしてください。ゆっくり優しく、右膝が床に近づいたり戻ったりしてください。この時にどこかがすごく伸ばされたり、どこかの力を、一箇所の力をすごく使ったりということにならないように、右膝を床に近づけるっていう時に膝に力を入れて、膝をなんとか床に近づけようというふうに思いがちですけれども、この動きは膝はここにあるだけですね。この体勢で膝があるだけで、膝が床に近づくためには膝以外の場所が動くことによって膝が床に近づいていきます。戻ってくるときに、体のどこが動いていたのかに気づくと思います。骨盤、そしてお腹、胸、動いていますか？腰が痛い方は、傾けるときに腰にぐっと力が入って腰が痛く感じるかもしれません。そうしたら、すごくそれはサインと思ってください。サインというのは、あ、この動きは腰が痛くなる動きなんだなということがわかるので、腰が痛くないところで動いていただきたいんですね。腰がいつも痛くなるっていう方は、いつも同じ腰を使って動き始めるという傾向があるかもしれないので、こういう時に、あ、
腰痛くなくできる動きを腰痛くして動いてるなというふうに思っていただきたいんです。そうすると、ちょっと動きを小さくするか、もしくは、この胸の裏あたり、背中の上あたりを意図的に動かしてみてはどうですか？まあ、背骨を想像してください。尾低骨から頭蓋骨まで長い背骨のこの上の方、胸12個のあたりを動かすことによって膝が床に近づいてみてください。この時に頭は左に傾けていってください。そうすると胸の裏あたりの動きがわかりやすいかもしれません。肩甲骨は床の上でどう動いているでしょうか？右の肩甲骨と左の肩甲骨の動きを比べてください。右膝が床に近づいたり戻ったり。何回かに一度はゆっくり止まって呼吸を何回かしてください。そして力が抜けたなと感じたら、その力が抜けたまま膝が床に近づいていきます。昨日は足を組んで、深く組んでこの動きをやりましたけれども、少し動きが変わると思いますが、どうでしょう。では、動きをやめて、足をほどいて、両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。どちらが床に近いでしょうか？呼吸をしている時の胸の動き、左右を比べてください。では同じように両膝を立てて、今度左足の外くるぶしを右膝の上に乗せて、両手は広げておいてください。左膝が床に近づいたりゆっくり戻ったりしてください。どこかのストレッチをしている感じにならないように、体がまんべんなく動いていますか？無理に膝を床にタッチさせようとしないでください。優しく優しく床が、あ、違います。膝が床に近づくとき、頭は右に傾けていってください。どこかが強く引っ張られたり、どこかに痛みが出たりしたら、あ、それは、あ、この動きの仕方じゃない動きを探せっていうことだなというサインと思って、ちょっと膝の傾きを変えてみたり、胸を少し押し出すようにしてみたり。手はバッチリ、バッチッと床の上に固まっていませんか？柔らかく柔らかく手も自由に床の上を動かしてください。どこかピーンと張っている
というようなことにならないように、柔らかく柔らかく、背中も背骨も柔らかく柔らかく動いてください。呼吸は止まっていませんか？膝が床に近づくためには骨盤はいつ動いていますか？あばらはどう床の上を転がるでしょう？肩甲骨や肩の動きも観察してくださいね。膝は結果的に床に近づいていきます。実際は骨盤や胴体の動きでこの動きをやってください。いろいろ動きを試す中で、どんどんご自分にとって楽な動きを探してください。痛いところからは逃げる。頑張るという気持ちが湧いたらちょっと休む。そんな風にして何度か続けていくと、どんどん力が必要なく動いていけるのが感じられるかもしれません。では動きをやめて、両手両足を床に預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて、床の上の体は少し軽くなっているでしょうか。頭を左右に傾けてください。この頭を傾ける動きが背骨を通じてどのあたりまで動きが伝わっている気がしますか？では動きをやめてゆっくり起き上がってください。はい、今日も梅雨空ですけれども、心はゆったり、そして優しくいきましょう。ではいってらっしゃい。